結んじゃえばお弁当箱になる。しかも洗い物にもならない。そうね、エコですよね。で、なんとこんな場所でも使われてました。ハワイの有名かき氷店、松本シェーブアイスさんで使われているんですよ。で、これはですね、タロイモ味なんです。で、違う味も注文すれば作ることができるということで、この食べられる食器を使い始めてから以前よりもゴミが3分の1に。そうか、みんなそこも食べるんだ。そうです。アイスのコーンを食べるのと一緒。一緒ですね。へえ、ね、そうです。あ、玉川さんどう？ちょっと水につけたらどうなんのかな。今ちょっとつけてたんですけど、どうですか？結構染みないで溜まってますよ。染みないね、サクッて落としましたけど、はい、今回番組で実験してみました、はい、耐水性、はい、こちらです、ご覧ください。色をつけた水 50ml を注いで実験しました。時間が経つにつれて底の部分がたるんできているんですが、結果的にはなんと9時間後水分をほとんど吸い切ってしまいました。でもお皿に穴が開いたり水が漏れたりすることはありませんでした、まあ、お出かけしてもでも9時間持てば大丈夫ですよね。10時間で穴開いてるって、いやそれは開くでしょうって。9時間だったら十分じゃない。そう、食べてる間では本当に十分ですよね。あ、でもちょっとこの数分じゃ何もないですね。表面がちょっとぬるからぐらいで、うん、割れたところからはちょっと入る、ね、うん、ね、ちょっと断面からは入る、割れたところからは入る、だから食べる前は入んないですね、うん、これきっと。まあ、ちょっともし染みてきても、染みてソースとちょっと相まってまた美味しい。今ずっとつけてたら少し柔らかくなるし。美味しい、それもまた。形は今この四角もあるんです。四角も、はい、今回は丸を用意しましたし、あと今はね、食べられるスプーンっていうのを開発中なんです。お箸もだって。そうです、お箸もありますし。で、まあ、この今回食べられるっていう以外の機能性もつけようというふうに考えているそうで、まあ、栄養ですか、食物繊維が豊富な食べられるスプーンとかそういうのを開発したいというふうにおっしゃっていますね。いや、ね、ゴミ減らすっていう、いいかもしれない。飛んできちゃうだからお腹すく。これあと食べられるだけじゃなくて、遊べたりしたらもっとすごいね。これこう、こう投げるとくるくるって飛ぶとかさ。食べるもんで遊ぶ、教育上は分かんないですけど、あれ盛り上がりはあると思う。盛り上がりはある、うん、あ、でもこれ、もう売ってるんですよ。そうです、そうです、こちらですね、丸重製菓さ